どうもー、秘書でーす。よろしくお願いしまーす。はい、ですね。チュートルを開けて第2弾、時のラビリンスの第2弾でございます。今日はですね、まあリリースされてまだ間もないんですが、イベントが来ておりましたのね。七夕の思いの短冊っていうクエスト、初めて漢字で読めた。まあいいですね。はい。ベニゴイの火山。あのね、すげえストーリー説、もうすいません、ちょっとやっちゃったんですけど、初級と中級を。すげえ切なくて、あれですよ。要は七夕のストーリーですね。一年に一回しか会えないんですよ。なんて切ない恋ですね。本当に。僕だったら耐えられないです。一年に一回しか恋人と会えないんだって。絶対嫌だ。で、ただこねるような子供です、僕は。はい。じゃあ、まあ、とりあえずイベントの方行ってみましょう。はい。ですね。初級と中級は、なんとかクリアできたんですけど、まあ、中級が難しい。本当に。結構、えぐいっすね。はい。中級でむずいってことは、多分この上に、この上に、多分上級とかあると思うんですけど、中級がむずくて、例えば苦戦してはいるんですが。まあでも動画的にもね、やっぱね、あれじゃないですか。盛り上がらないとダメじゃないですか、やっぱ皆さんに。やっぱね、苦戦して倒すってところね、やっぱ見たいと思うんで。まあ、あれですよ、別にやらせとかは絶対しないんで。結構、ほら、クリアマークついてない時点でね、難しいって思ってもらえばわかります、本当に。はい。じゃ、まあ、とりあえず行ってみましょう。で、僕まだガチャ引いてないんでね、一回、その最初のチュートリアのガチャ以外は、強いモンスターがいないんですよ、本当に。もうほぼ初期のモンスターばっかで。誰かね、フレンドになってくれる人いたら、いいのになーって思ったりとかしてますね。はい。おっと。まあ、いや、攻撃力だけで見て。うん。SSR はやっぱ強いからな。よし、これでいこう。あ、ちょっと待って、251? 弱いな。それだったら、うん。どうしようかな。難しいっすね。ほとんどみんなフレンドじゃないからな。よし。ハウリーハウリーで行こう。ジッパーアップ、ジッパーアップで。ヒーパーじゃないけど。これで行きます。出発。20も食うんだ。痛いな。そうなんですよ。20も食うんすよね。ステージ1。うわ。もう、モニの強い系が、うわ、なんか出てきた。あ、3発で倒せると。一応、こいつら。おー、ボス。で、ダメージ食らったけど。1.4 倍で倒せそうな。あ、倒せる、倒せる。3発で倒せたね。1.3 で倒せるかな。僕、水がね、こいつしかいないんですよ。ノーマルの、こいつしか。なるべくね、モンスターどんどんどんついて倒していった方がいいと思いますよ、やっぱ。経験値が結構、美味しいんで。あ、短冊ですね。このクエスト、まあ、このイベントクエストなんですけど、短冊を集めて、なんかやるみたいです。いまいち僕も理解できてないんですけど、まあ、とりあえず短冊を集めろみたいな感じを、ちょっと分かっております、なんか。赤モニュが前に出てきた。よし。1.3 で倒せると思う。ちょっと待って、硬いぞ、このモニュ。あ、でも倒せた。で、上のモニュ、倒しに行きましょう。あ、切り出してくれた。あざっす。モニュはね、たまにね、切り出してくれるからいいですよね。はい、ボスでした。はい、これで倒したと思う。お、クリティカル入った。いいね。短冊、短冊。で、次ステージ3で、
一手に読んでこいつも倒せる気がする。お、倒せた。雑魚戦はね、だいたい 1.3 か 1.4 で木4つ集めればいいですね。木はやっぱり大切にしながら集めて、使っていった方がいいですね。やっぱりボス戦で多い、できればできるだけやっぱ多くチャージした状態でいった方が絶対いいですから。いそうなんだけどね。あ、いた。 1.9 倍で攻撃はもったいないな。お、 1.4 で攻撃。これで 1.5 でボスまで行くか。 OK。 ネクーシャ来た。超強いこいつ。雑魚をね、倒しておきましょう。うわ、全然倒れねえこいつ。で、しかもダメージでかい。回復しましょう。雑魚は倒せる。一発強っ。よし、半分はいった。え、これ中級いけんじゃないの？うおー、930、痛い。痛いよー。とりあえず、三段エンハンスを使っておきましょうか。このクマ落ちたんですよ、ラッキーなことに。耐えられる。毒か、痛い。いけ！いった！いった！やったー！よかったー！いやー、よかったー！動画で初クリアや、よかったー！クマもね、レベル上がんないんですけど、もう一切食わせてないんですよね。経験値に。僕全部売ってます、おっとと。で、短冊結構ゲットできたから、はい。ちょっと見てみましょうか、イベントの詳細を。はい。イベントの詳細を見てみましょう。はい、七夕でイベントポイントでガチャができるみたいですね。はあ、はあ、はあ、それはやっぱりみんなやりたいわ。うん、なるほど。え、結構強い。2000とか結構強いな、星さんで。え、ガチャできんのかな。もうガチャできんのかな。え、ガチャできんならやりたいっすよね。皆さん見たいですよね。お、できる。行きましょう。ガチャ。行きます。短冊ガチャ。5回連成します。行きます。思い出短冊を1000枚使って5回の思い出ガチャを連成します。はい。ガチャできるっていいな、イベントで。燃えちゃうよ。大時猫の顔？時猫。あ、普通に許可ゲース1000もらえる。あ、あ、いらねー。いらねー。クリーン。あ、来た！ベーベ。あ、これが対象モンスターの1体ですね。お、来た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 。よかったよかった。入れよう入れよう入れよう。これ星さん持ってないかな？入れよう。いらない。はい、ということで、当たりが1体出ましたね。はい、さっきの、あれですね。この、ちょっと待ってくださいね。このフェーベが当たりましたね。最大 HP 2200、強い。単体ダメージ A で、ゴギ的な闇属性 1.5 倍 10% アップ。あれですね、御三家の闇バージョンみたいな感じですかね。しかもそれにエンハンスついてるっていう、強い。多分まだ始めたばっかの僕にとっては多分強いとしか言いようがない。多分ね。はい。
まあ、無課金の人だったら絶対必要じゃないかな。ちなみに僕も無課金でやっております。あと、ダウンロードリンクを下の方に貼っておくので、ぜひよかったら、はい、ぜひぜひよかったらダウンロードしてみてください。面白そうだと思ったら。ですね、しかも下に貼ってあるダウンロードリンクって、普通のダウンロードリンク、アップストアで調べてやるやつじゃなくて、あれなんですよ、初めて、普通に始めるよりも、2個、はい、石が、賢者の石が、多くもらえるんですよ。僕の招待コードで、やるので。なので、ぜひぜひ、やる場合はこちらのリンクから友達にも教えてあげてね。はい。ということで、はい。七夕のクエストでした。はい。また次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。Thanks for watching Show's Hobby Channel today. Did you like the video? I hope you did.Or to watch more videos on Show's Hobby Channel, please subscribe my channel. To subscribe my channel, please click the button right here if you're watching on PC. If you're watching this video on iPhone or an iPad or whatever device else, please click the link right down below in the description line. I hope I'll see you in the next video. Bye!